こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。皆さん、物件を探すときに Google マップを使ってますか？僕はですね、3度の飯より Google マップというくらいに毎日使っています。都市部なんだけど、川や公園、緑が周辺にある物件が好きなので、航空写真で自然を探して、その周りの建物をウォッチしたりしてるんです。例えばですね、ちょうどここにいい感じの森があるじゃないですか。で、3D にしてズームインしていくと、このバルコニー、目の前に緑があって、確実に若映え。なんて形で面白そうな物件を見つけることもできるんですよ。というわけでやってきました。なんかこのワープの感じ好きかも。なかなか傾斜の激しいエリアに立っているマンション。丘の上の物件は、徒歩が大変だけど、景色が良かったりするので、眺望重視、かつ足腰鍛えて健康志向な方にはまります。航空写真で見てきたので、初めて来る感じがしません。築38年と、それなりに古い物件ですが、今回は室内がフルリフォームされているということで、外観や共用部とのギャップも楽しみなところです。最上階に上がってきました。廊下はこんなテイストです。こちらが狙っていた森サイド。おお、いい感じのバルコニーがチラ見えです。何やら面白そうでたまりません。早速玄関入ってみましょう。おっと、まだ工事中のようですね。どうやら工事は終わり、品質チェックの段階のようです。玄関広めです。こちらは、シューズインクローゼット。もちろん棚は可動式です。シューズインクローゼットに加えて、こちらにも収納がたくさん。これはすごい収納力です。3LDK ということで、ファミリー向けでしょう。ちなみに、ところどころに青いテープが貼ってありますよね。業界豆知識ですが、これは、竣工検査をして、手直しが必要な部分の目印です。新築やリフォーム工事の完了後、工事の品質が問題ないか、チェックしていき。気になるところは、こんな感じでメモ書きされて、職人さんが最後の調整をして、工事が正式に完了するんです。ということで、出来たてほやほやのタイミングでの撮影となったので、メモだらけのなかなか珍しい状態ですね。それではこちらの扉から行ってみましょう。いやー、外観や共用廊下とのギャップがすごいなー。内装だけ見るとまるで新築マンション。キッチン広かー。窓もあるし、コンロ横もスペース広めだし。眺めもよかー。収納も申し分ないですね。食洗機付き。明るいし、換気もすぐにできるし、ナイスなキッチンです。さてこちらは、水回りですね。玄関から収納が多めでしたが、水回りの収納も充実しています。収納に力を入れた、使い勝手重視のリフォームですね。なるほど、トイレはこちらですね。洗面スペースを通ってトイレに。浴室は、新しすぎて何やらバスタブが白飛びしている気が。さて、リビングに戻ってきました。丘の上ということで、さすがの眺望です。
Google マップで周辺にも森が見えていましたが、この物件からも見えるんですね。郊外に住んでいた時はあまりそんなことに気づきませんでしたが、都市暮らしが長くなると自然が恋しくなる。なんてことありませんか？リビングも奥行き広めです。リビング、ダイニング、キッチンで20畳とのこと。こちらにも収納。奥行きも広めですね。リビングの奥には扉が2つ。まずはこちらから。3LDK の1つ目の個室ですね。南向きで明るい。そして眺望がまた素晴らしいですね。スカッと抜けたこの感じ。丘の上かつ最上階という物件の強みがしっかり出ています。ちなみにこの物件は南東の角部屋、個室側にも窓があるし、キッチン側にも大きな窓がありましたよね。せっかくお金をかけて大規模にリフォームするなら、角部屋だったり眺めが良かったりする部屋の方が個人的にも素材として好ましいと思います。さて、隣の個室は、同じテイストですね。ほぼ同じなので巻きでご紹介。さあ、ということで、残る一部屋が一番のお楽しみ空間ですね。廊下にあったもう一つの扉が、緑に面したルーフバルコニーの部屋でしょう。おお、やっぱりそうでした。いやー、早くバルコニーが見たい。のになんか窓が二重になってる。なんでここだけ二重になっとうと？はい、どうぞ。これはすごかですね。なんかもう、お隣の森を見ながらテント張って、キャンプでも楽しみたくなってしまう環境ですね。十分広めなルーフバルコニーだけど、なぜかライブ会場みたいな柵で囲われてる不思議さ。と思ったら、奥は避難通路になっているんですね。なんじゃこの不思議な階段は。この外部階段、癖がすごい。階段からのアクセスをイメージしておきましょう。細い通路を通って、通って。なるほど、あのドアから廊下に出るわけですか。この階段から屋上にも行けるわけですか。いやいや、癖がすごい。とにかくこんなルーフバルコニー見たことないですよ。いやー、Google マップで森と森に面したルーフバルコニーを見つけて内見に来ましたが、予想を上回る素敵バルコニーでした。外出自粛なご時世でも、今日はちょっとバルコニーでキャンプしよう。と気分転換できますね。他にないこういった特徴がある物件は大好きなのでお気に入りな物件が一つ増えました。改めて間取りを見てみましょう。間取りだけ見るとなんだか普通に広めの 3LDK。 ん？なんかおかしくないか？は、バルコニーの長さが省略されとうばい。これはこの物件の最も魅力なポイントなのに、なんて控えめな間取り図なんだ。実際はこんな感じですよね。バルコニーオタクなのに危うく見落としてしまうところでしたよ。ということで、丘の上に立つ森に面したバルコニー付き 3LDK 物件、いかがでしたでしょうか？都市部の自然派物件が好きな方や、こんな物件が好きだ、というのもコメントでぜひ教えてください。次回も変わった物件の内見を予定しています。お楽しみに。
チャンネル登録してね。してね。